東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか東大卒で気象予報士の資格を持つタレント三浦奈穂子28が12日第1子となる女児を出産したことを発表した所属事務所がファクスで明らかにした 事務所によると、出産を終えた三浦は、赤ちゃんは 2900g でしたが、体感的には1万 g くらいあったと話しているという。昨年11月、一般男性と結婚したことをブログで報告。今年2月に妊娠を明かしていた。引用 A20150612 の0 0 0 0 3 5 1オリク ENT ネット上の声おめでたい話だけどどちら様でしょうか東大卒は別にして恐ろしくトークがダメな人だったのはよく覚えているなぜクイズとはいえバラエティに出られるのか不思議だった誰だが知らんが取り上げる意味があるの おめでとう。元気な赤ちゃんでよかったですね。綺麗で聡明な方なので、今後の活躍も期待してます。本当におめでとう。